忍びにでもなったつもりか。七代目に弟子入りしたんだ。あの人言ってたぜ。俺は筋がいいんだってよ。教えてくれた。空っぽだったこの俺に生きる意味をくれた。お前は忍びになどなれん。決して何者にもなることはない。この一式の器として消えてなくなるだけ。結果どうなった？奴が与えた右手のせいでお前は未知現実だ。何も分かってねえな。どうでもいい。これで安心して眠りにつけそうだ。おっと、そろそろ寿命が尽きるようだ。惜しかったな貴様ら。入れてくれねえか。あと何秒だ。貴様、どういうことだこれは。バカな、どうなってる。鎌は確かに刻んだはず。影分身の術。器ごときにまんまと出し抜かれて死んでいく。好きなだけ寝てろよ。クソったれ。